はい、皆さんこんにちは。アジアで生きてるブルブルです。ブルブルケイちゃんです。皆さんはですね、実はね、この動画に関してはね、ちょっとね、結構急に撮っております。というのはですね、なんか知らないけどね、よく出てくるなっていう感じのね、ちょっとね、記事が急遽上がっておりました。今からね、1、2時間ぐらい前にね、これね、ニュースポストセブンを通じてですね、女性セブンの2022年今度の3月3日号ということで、内容的にはね、まあ出てたんですけども、まあ、あの内容はですね、今現在のそのお受験問題でいろいろ話題になっております、国民の関心が非常に高い、H 様、ある OEA の H 様に関して、昨年のですね、2021年3月20日にですね、福岡県北九州市でが主催した第12回子供ノンフィクション文学賞の佳作に、H 様が書かれたですね、作文が佳作に選ばれましたということで、確かにこれ去年のね、3月ぐらいに、なんか素晴らしいですね、みたいな、そういったようなね、記事もありましたよね。それに関して、実はコピペみたいなね、そういったようなね、急遽ね、ちょっとね、スクープ的な記事が出ておりました。出してきたところが、女性セブンですということで、ちょっとね、スクープ的な話なんでね、この当然またね、ニュースポストセブンのね、URL 概要欄に貼っときますけども、またみたいな感じなんですよね。ちょっとね、あんまりね、どちらかというと言いたくもないような、話をしたくもないような記事の内容なんだけど、まあちょっとね、具体的にこういう形でボーンと出てくると私も話さざるを得ないみたいなね、そんな感じなんですね。でちょっとね、記事の内容読んでいきますけど、申し上げましたように、昨年の3月20日、北九州市のね、第12回子供ノンフィクション文学賞、これで佳作が選ばれた H 様の作文に関してです。で、タイトルとしてはね、小笠原諸島を訪ねてということで、H 様が小学5年生の時に、稽古秘伝家とですね、プライベートで小笠原諸島を訪れた思い出を400字詰めの原稿用紙に19枚綴られたその作品ですね。作文ということです。でですね、これがね、具体的に何がコピペなんですかっていうとですね、ですね、ちょっと待ってね。これがですね、例えばですが、非常にね、その内容として、非常に似ているものとしてですね、例えば2012年に出版された世界遺産小笠原というですね、その JTB パブリッシングというところが出しているですね、ものに非常にね、告知した文章だ、告知した内容だとかですね、あとはね、もう一つなんか出てたのが、例えば国立研究開発法人の国立環境研究所ホームページにある研究者インタビュー、括弧2014年収録の中にね、そういったような文章があるとかね。要はこういったような文献ですね。文献からに非常に酷似した、似ているようなですね、文面がそのまま、H 様のこの作文の中に、先ほど言ったような19枚の中にね、かなり述べられているというようなね、言及されているというようなことらしいです。でね、もう私もこのね、作文の内容ね、全部見てるわけじゃないからね、なんとも言えないけど、そういうようなことらしいんですね。要は、そういったような、かなりの部分でコピペされたような、作文の内容だということです。で、そういったようなことに対してですね、このね、女性セブンの記者もですね、具体的にね、どうもね、刑務長あたりにね、問い合わせをしているようなんですね。ちょっと待ってね、それに関しても書かれてますね。ちょっとごめんなさいね。うん、これ書いてあるな。例えばですね、刑務長の報道室に確認すると、っていうようなことで、意外なことに、この刑務長のこの報道室はですね、意外なことにということで、ご指摘に感謝しますなんてこと言ってきてるらしいんですよ。そういった回答があったと。続いて刑務長を通した形で、H 様からのお答えがあったということなんですけども、この旅行記に関しては、
まあ、H 様がですね、自らいろいろな文献等をお調べになり書かれましたが、参考文献の記載が十分ではなかったと振り返っておられましたというようなことで、どうもね、お認めになっているというような話なんですね。で、参考文献の、記載漏れを認められた上で、意図的な盗用、盗みですね、盗みの用いる、意図的な盗用は否定された格好だろうと。さらに、今後について、本件につきまして、主催者に連絡いたしますとともに、他の箇所についても確認をされ、必要があれば正しい、正していかれたいとのことでございますと、自らの作文を修正する意思を示されたというようなことです。うん。というようなことなんですね。まあ、いずれにしてもね、今現在そのお事件のことでいろいろね、問題というかですね、国民の非常にですね、まあ、興味が高いというかですね、まあ、関心を国民が示されている中での、この、女性成分のね、すっぱ抜き報道ですね。なんと、北九州市の、第12回子供ノンフィクション文学賞に佳作に選ばれた作品に関する19枚のこの作文の文章に関して、実はコピペがいっぱいありましたと。そのコピペしたことに関しても、例えば参考文献でこうですよというようなことが漏れていたというようなことなんですね。まあ、ご自身もこういったような形でね、ご自身でお認めになられているということだから、まあ、まあ、あえて言うとですね、まあ、まだ10代のね、この当時だからまだ14歳ぐらいの時ですか、そういうような作文の内容で、まあ、ご自身がちょっとね、そこら辺で、注意がね、足りなかったっていうことだから、まあ、これ以上ちょっとね、言ってもっていう感じではあるんですけどもね、ただちょっとね、今現在その国民の関心が非常に高い、H 様のね、お話だっただけに、ちょっとね、こういったような、すっぱ抜き報道があったということですね。で、ですね、ただそれで最終的にですね、ちょっとこの今回の話に関しては、成蹊大学の客員教授で IT ジャーナリストの高橋明子さんがですね、ちょっとなんか言われてるという話なんですね。で、言われてる内容が、コピペに慣れてしまうと思考を深める能力が確実に落ち、実生活で答えのない、問題に直面した際に柔軟に考えることができなくなる弊害もあるんですと。故に親や教育者がよりこの問題に向き合って子供を守る姿勢が必要だろうということを言ってるわけですね。まあ安易にですね、要はそういったような作文が佳作に選ばれたというような時点、もしくは前後においてもちゃんとね、その文章に関して大丈夫なんですか、特に前ですね、そういうことに関しては大丈夫なんですかということをちゃんと親とか教育者がしっかりとね、目を通さなきゃいけないんですよということを安易に言われてるという話ですね。ということで、ちょっとね、こういうような急遽ね、またびっくりするようなニュースが入ってきましたので、しかもこれね、1、2時間ぐらい前にね、ちょっと公表されているような話なので、皆様にちょっと急遽ね、と思いまして動画を撮らさせていただきました。またね、この動画を撮るとですね、皆様からおそらくですね、ババーっといっぱいね、コメントいただくんじゃないかなと思います。ぜひまたいっぱいコメントいただければなと思います。私も一生懸命ハートマークつけながらですね、なるべく多くの方のですね、コメントを見てますので、ぜひまたよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。それではまた、バイバイ。